貢がせろジョーンちゃん。はい、2度目のアップデートが来まして、さらに3つほどステージが追加されたそうですね。そしてすごいいろんな方から続きをやれと、コメントが来ました。はい、前回私ですね、もう後半もう答え出すたびに何を言ってるのか一つも分かりませんでした。これ俺なんでこんなに続きをやれって言われてるのか分からないぐらい、東方の知識ないし、あとなんか一般常識的なものも分からないっぽいですね私。はい、コメント欄でも結構言われてましたね。え、これ知らないのって、はい、言われてて、ちょっとこのゲームをやるのがトラウマになってました。はい、でも追加されたのでちょっとやってみようかなと思います。いや、ちょっと東方ね、これやるにあたって俺結構知識入れた方がいいなと思って、なんかさ、解説動画とか結構見たんですよ。もう全然わかんなかった。もうなんかね、1990何年に東方ができてみたいな、見て全然わかんなかった。じゃあ行きます。あ、ちなみにね、なんかこの影山ひなボタンをなんかね、このジョーンちゃんがこうストップかける前に89回出すと、なんかね、服着たバージョンのジョーンちゃんがなんか使えるっていうか、なんかそういう表示になるらしいんだよ。ちょっと一回やってみていい？89回って難しくない？いくよ。無理だろ。嘘か？俺まんまと嘘に騙されてんのか？はい、戻ってきました。とりあえずやってみましょう。エクストラステージにさらに3つ追加されたんだよね。あー、これか。エクストラ4。あ、これがなんか、ジョーンちゃんのお姉ちゃん。シオンちゃんかな？が、いよいよ出てくるっぽいんだよね。エクストラ4。I'm fine, thank you, and you? 何、税務署ちゃんって。わかんないよ。ちょ、ごめんね、もう、やる前に一つ言っといていい？知らないものが、多分ほとんどだと思う。まあ、東方が出てきたら、まあ、無理。絶対無理です。リアクション多分できません。になると思います。前回と同様で。じゃあいきます。最近はグローバルよと何やら息巻いてるジョーンちゃん。海外の珍しいものやブランドものに目がないのだろうか。ジョーンちゃんのお願いなら何でも従うが、ここは幻想郷だぞ。はあ、どういうことだ。三つ雲の6個、で制限時間40秒で予算が1万5000円。なんか結構久々にやる気がするから、ちょっとなんか勘を取り戻さないとね。じゃあいきます。ステージスタート。まあ後々ある程度エンドレスモードでやろうって思ってるんだけど、ちょっと待ってね。後ろに、これ英語か。あ、そういうこと。もうこれだけってことか。ジーン。便利なもの。ピン。まあ、ピンな、押しピン。もっといいものない？むずくない？便利なのは否定しないけどさ。いや、もっと、金。ウィン。全然出てこない。これほんとね、見てる人結構すぐパッて、いや、これあるだろって思うじゃん。やってるとね、全然出てこないから。クイーン、終わりやん。私あんまり素潜りしたり泳いだりしないけど。海ないしね。川か湖か。あ、海ないんだ。まあ、そのうち使うかもしれないし、キープしておくわ。フィンで足ひれなんだね。ほのつく便利なもの。ほ、ほう。え、ほ、ほう。なんだこれ、わかんねえ。ほえ、うち農家じゃないし畑やるほど庭も広くないんだけども、まあ便利だしね、もらってあげるわ。全然ついていけない。ねえ、英語でしょ。だってザン、あ、カン、アン、バン、バン。困るだろ、バンは一番困る。 YouTube で実況してくれてる人、DL サイト、これ DL サイトだよな。URL 貼ると、削除くらいから気をつけなさいよ。え？ DL サイト、あ、でもそれ DL サイトの18禁バージョンの方のやつを貼り付けるとダメってことでしょ？待って。だって、それちょっと結構リアルやんけ。実況、結構あるぞ。俺も一回やるからね。知らなかったんだよ。一回18禁サイトの URL 間違って貼っちゃったんだよね。そしたらバンされました、一回。バンっていうかね、一回はい、ペナルティくれました、はい。私一回経験あるんで、ちょ、もう一回貸して。何持ってきたの？耳が嬉しいでどういうこっちゃ。いや、嬉しいやろ。耳増えるんだぜ。耳フェチ。いや耳はだってほらねえ、ねえ何も言えねえ。何か言おうと思ったけど何も出ねえ。パンパンの規定出すって意外と厳しいわよね。ゴルフか。意外いい感じに進めたのに普通にボギーとか一個あるわ。いやー、ゴルフね、イカの打つだけのやつやったことあるんだけど、ゴルフね、
すげえ簡単な遊びだろ、すげえ難しかった。腕痛めたし、腕てかの手のひら。1、身につけるもの。動詞じゃねえか、名詞で頼むわ。はい。ザットってなんな、ないか。パッドは、パッドないの。あ、パッドか。バッド、ワット、トッタト、ヤット、マット。身につけるもの、あ、バッド。まあ武器として装備はできるわね。人の顔面に躊躇なくフルスイングできるほど倫理観終わってはないけど。あ、そうなの。この子あれなんだよね、ステゴールで戦うんでしょ。釘でついてたらより凶悪ね。釘バットね。釘バットはもうなんか世紀末ぐらいのところしか出てこない気がする。ほ、出た、ホグ。あ、ぶ、あ、豚か。4万。生きてる豚って意外にもそんなに安いのね。いや、もらっても困るけど買えないし。え、待って、俺これ無理。これもう適当戦法しかないやろ。早速見せてもらうし、しかも英語だとさ、もう全然さっき何が良かったのかってそれ頭に入ってないんだけど。あ、キャット、あ、キャットなんて絶対高いや、しかも身につけねえし。めっちゃやるか。6万。はい、終わった。猫装備すんなよ。キャットガンとかのモッドはたまに見かけるけど、何それ。待って、キャットガンっていうモッドがあんの？撃つと猫飛び出てくんの？え、どういうこと？キャットガンってモッドし見てみたいんだけど、後でちょっと調べてみよう。え、なんかモッドって言われてさ、なんかエロいモッドとかしか俺想像できないんだよね。なんかもともとエロい人間だからさ。ゲーガーガー、嬉しいか。まあでかい魚取ろうとしてる人たち的には嬉しいかもね。魚じゃないけど、ちょっと待って、これ調べつつやろ。へえ、ガーっていう魚がちゃんといるんだね。アリゲーターガー、うまいのかしら。え、なんかさ、北米とかにいるなんか魚らしいよ。ハブ、コンロ、あら、いいものあるじゃん。今あるやつもうだいぶ古いし、これと買いようかしら。俺もう所持金3000しかねえよ。設置手伝いなさい。いいよ、それで君が惚れてくれるならね。まあ、絶対惚れてくんないんだろうけど。後ろにイン、ピンやったしょ。シン、シン、罪、便利ってなんだ。リン、クインクイン、ジン、アイン、ビン、ゴミ箱、あら、ゴミ箱、いいわね。もう金なくなったよ。部屋は綺麗にしとかんとね。姉さんが悪気なくてもすぐ散らかすからな。まあ目立つとこにゴミ箱置いといたらさすがにちゃんとこう見せてくれるかな。ちょっと姉ちゃん、最後の最後に姉ちゃん出てくるんでしょ。姉ちゃんどんなキャラなの。もう0円しかねえんだって。何も買えねえって。メン、男たち、おい、なんだこの大量の男どもは。帰れ帰れ。ええやん、いいやん、男ただやん。でんでんでん、隠れ家、いいわね隠れ家。秘密基地感ってワクワクするわよね。まあもう自宅が実質基地にはなってるけど、ちょっとなんか見てみたい。ちょっとジョーン家って検索してみようかな。なんか二次創作の画像みたいのいっぱい出てきたんだけど、家ボロボロじゃねえか全部。もう二次創作いろんな人やってるけど、全部家ボロボロなんだけど。もう基地なんだね、とにかく。また姉さんと一悪事働いてやろうかしら。もう悪事ってか、だって君は金巻き取って、お、あのなきゃ、姉ちゃんなんか貧乏神なんだよね。あーザーバー、あ、変数。ちょっと俺このステージ多分今までで一番無理かもしんない。嬉しいっていうか必須だから。ここにいる限りは私も0と1の集合体よ。おお、パーパー、パーは見たか。パーは見て結構あかんだよね。うん、後ろに、うん、あ、ラン、ラン走るは簡単だよね。動詞はな、ワン、ワン、トゥ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 ン。もうダメだって俺。トゥン、トゥンとか言ってんだけど。おう、そんな単語があるのね。俺も知らんかったよ。勉強になるわ。いつ使うか全くわからんけど。ちょっと待って、俺無理だって。なんかわかる、結構言ってるぞ。あん、パン、パン、パン、フライパン。あ、マイナスやった。あら、ちょうど欲しかったのよ。今のやつテフロン剥げちゃって。ああ、焦げつかないって本当にありがたいわよね。うん、終わったよ。ちょっとこのステージ無理だ俺。もうしょっぱながら無理だって。ジン、ジン、あら、お酒便利かどうかはちょっとあれだけど、ジンね、俺も最近飲むようになった。一番さ、最近ポピュラーなやつで言うとあれだよね、水、水だよね、水。俺好きだわ。あれもらってあげるわ。強いお酒は普段あんま飲まないから楽しみだわ。ジンのね、ソーダ割り最近結構飲むな。あ、あっと、あっと、来た。カット、キットカット、ハット。あら、いい帽子じゃない、ありがたくもらっとくわ。最近いつもの帽子かぶってないわね。この格好が楽で楽で。おう、なんかこれがデフォルトじゃないんだよね。さらに上着着てるのがなんかデフォルトの服装みたいなね、なんか見たんだけど。そろそろ寒くなる時期だし、上着ぐらいは羽織るか。おう、いいんじゃない。でも君何でも似合うだろ多分。ふっ、ほっ、ほっ、ほぐ、豚ね。あ、そこれやったわ。あ、やった、もう
やったの全部忘れるやん、これ6つ。瓶はゴミ箱で結構上がるよね。あら、ゴミ箱いいわね。うん、まあ、これ見たよね、すぐ散らかすからな。うん、15,000円で厳しくない？で、えんでしょ。心にいいもの、心にいいもの、ベン、うん、デン、デン、隠れ家ね。あれ、隠れ家結構上がるんだ。オッケー、これやったよね。これやって、もうこれ結構なんかいけそうな気するけど、とりあえずあの、なんだろう、普通クリアはしちゃおう。で、いいと、身につけるものでしょ。で、バット結構上がってなかったっけ。まあ、ハットでしょ。ハットが2,000円で結構上がるんだ。うん、まあまあまあ、いいよ、まだ1枚あるからね。で、次は、うん、うんでしょ。大きなもん、後ろにだもんね。ブン、クン、クン、え、ファン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 、楽しいもの。漠然としすぎだろ、もうちょっと絞りなさいよ。え、ダメ。え、ん、ケン、ん、で、ドン、ズン、焦げちゃう。どういうことなの、俺もわかんない。もう当てずっぽでしかない。適当に言ったら単語成立しちゃった。うん、いや、もうそうじゃなきゃ無理。え、他、あ、ラン、やったでしょ。ラン、ラン、クン、クンやった。ファンやった、ファンやった、ファンやったよ、ファンやった、あん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 、あった。英語カウントしていいのかこれ、わかんない。そんな大きくないしね。あの、これカッコもあうんだけど、あうんがあんの、わかんない俺。キュキュン、キュン、ラン、ラン見た、ランで動詞ダメでしょ。で、三、太陽。この上なく大きいわね。我々が観測できる上で最も大きい物体まであるわ、幻想郷。地底にも太陽があるって聞くけど、どうなってんのかしら。ちょっと待って、幻想郷すご、地底に太陽って、もうそれ太陽な。これで終わりじゃないわね、もう終わります、あの時間ないんで。え、エア、エア、え、え、え、エア、耳ダメだよね、耳ダメでしたね、これ時間稼ごう。他なんかねえか、エアで続くもの。ゼーゼー、ブレー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 、やばい、どうする、時間ないよ、ライ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 。正直 ZIP で十分なところあるわね。わかる、このファイルね、俺もこれよくわからんかな、このファイルをダウンロードした時よくわからんくなる俺も。まあ圧縮率高かったりパスつけるのは嬉しいけど、そこら辺全然詳しくない俺。もう大体 ZIP ファイル、ちょっと、なんか来い、ヘクヘクヘク、なんか来い、ブンブン、あの男たちだった、クソい。終わった。おい、もうちょっとじゃねえか。ホップホップ、うん、ビールは好きだけどこれじゃあね。ダメダメなの、ホーホーズ、ホイ、ホックス、ホックス、多動詞の一つ、何これ、ちょっと調べるわ。ジョーンちゃんまで分かってないの、ジョーンちゃんまで分かってなかったらもう俺も分かんないよ。何何の、膝の腱を切って足を不自由にする、いつ使うのよこの動詞。何それ。我が今度ね、あら、いいものあるじゃん、でもこれ1万2000円高えんだよ、これダメだよ、これダメだって、俺このステージ上の時点でもう無理なんだけど。いいとでしょ、いいとダメなんだよね。これなんだっけ、マット、マット、1000円、マットは身につけないでしょ、玄関あたりに置いとくけど。いや負け、マット負け。カッチ、パッとないんだよな、カットもないでしょ、ファット、脂肪、身につけるというか勝手に肉がついただけでは。ジョーンちゃんとかも太るんかな。バットやったしょ、キャットやったしょ、ダット、ダットファイル、何スレが落ちたの、ちょっとわかんない。ジャット、オアト、オート麦、オートミールか。オートミールってあんま美味しいイメージないんだよね。うん、あの最初はね、まだこれでなら食えるかなってなると思う。俺ね、一時期すっげえオートミールしか食ってなかったから。だからね、オートミールね、本当に最初はいいのよ。もう続けると無理。あ、もうあんな食えたもんじゃねえってなるから、本当に普通に白米が欲しくなるから。あと身につけないし、身につけて、もうなんか、まあ、へそに入れて、へそ、へそに入るやろ。ラット、ネズミ、いやネズミいらん。おもろい。ナット、タット、やっと、ザッケッバッド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 。俺クリアできる自信ないんだけど、ここ。いや、どうしようマジで。何があったっけ、バーバー、酒場、あ、上がる。酒はいいわね、どんちゃか飲み食いするのもいいけど、バーでしっとり飲むのもいいわね。なんか若い頃はね、どんちゃか飲み食いとかいいんだけどな、大人だからなんかバーでしっとり飲むってか、なんか静かな場所で飲みたくなるな。まあ幻想郷の連中宴会大好きだから、まああんま自由ないかもだけど。あ、そうなんだ。行きたいな俺、幻想郷。後ろにインのつく便利なもの、まあこれはさっきやったよな、忘れちゃった。ジンあ、ジンなかったっけ、あ、ジン、こっちか、ジン。あれ、お酒便利かどうかちょっとあれだけど、まあ3,500円でも結構上がるからいいよね。うん、まあこれは OK でしょ。で、じゃあ、あんでしょ、あん、あん、あん、パン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 、フライパンね。あら、ちょっと欲しかったのよ。うん、これもやった。で、結構上がってる、まずクリアはしちゃおう。で、ほ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 、
T ないの？あ、T どういった？ T 消えてる？え、ホーム、ホア、ホス、ないっけ？ホジェ、ホイ、ホ、ホッド、石炭入れ？世の中にはそんなものがあってちゃんと名前があるのね。家じゃ石炭使わないけどもらってあげるわ。俺もよくわからんものに6000円払ってんの？まだ何か持ってそうね。もう金がなくなってきたよ。身につけるもの、ハット何円だっけ？何円？ギリギリいける！あ、これクリアしてんの？あら、いい帽子やない。で、500円であと何できる？ねえ、あ、ファイナルでしょ？これ何だっけ？麺ダメなんだよな。麺ダメ、ゲンダメ、ベン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 、あえん、あえんないの？でんでんで、あ、よっしゃ、今で隠れがよかった。なんかいけた、やった、よっしゃ、クリアできた。無事にプレゼントを渡し終えました。また何らかの手段で頑張って稼いで、ジョーンちゃんの記憶に残るように見つぎまくりましょう。いや、ちょっと待って、このステージめちゃめちゃしんどかった。まずエンドレスモードで、他にどんなものがあるのかちょっと見てみよっか。いいもん持ってきてない。うん、持ってきてない。パン、あ、あんでしょ。あんで、これ切り替えオンにして、ザン、ウアン、あ、バン、あ、バン、ミニバン、わー、車よ、車。車内が広いから配信だってできるわ。配信？君配信してんの？ちょっと待って、なんかチャンネルとかないかな。ジョーンちゃんのチャンネル、すぐにチャンネル登録するよ。で、毎日見る。なんか生放送とかするんだったら。で、パンは見た。あと何あるっけ？キャッキャン。で、ラン、サン。で、タン、タンジェント。サイン、コサイン、タンジェント。三角関数が便利なのは大いに同意するけど。ものよ。もの、うん。しかも俺、数学とか苦手だから、もうここら辺でもう諦めたもん。数学を覚えんの。サイン、コサイン、タンジェントが全然よくわかんなくても数学諦めたもん。で、タンやったでしょ？で、カン、カン。で、ラン、ラン。無線ランルーターのラン。あ、あるね。あら、うちに引いてくれるの？家の中どこでもネットできるのは便利でいいわね。てか君んちは家の中ボロボロだから無線なんとかもないのか。そういうことなのか。対戦ゲームで無線は有罪よ。うん、まあね。もうほんとなんか格ゲーとかではなんか無線でやってる人はもうダメみたいなさ、よく言うよね。で、まあ、で、これは男たちでしょ。あ、これまた違うパターンか。まあ、あんたは散々貢いでくれて便利だと思ってるけどさ、便利っていうのやめて。ここではさ、さすがにちょっとちょっと取り繕ってよ。ね、私はちょっと好意的に思ってるけどさ、と思ってくない？便利っていうのやめて。いや、終わり？なん、不正な数値？複雑な計算式作ろうとしてどっか見捨てるとすぐ出てくるって困るわ。キャラが無限の彼方まで飛んでいくわね。バズライトイヤーじゃん。無限の彼方へさあ行くぞじゃん。無限の彼方に行ったら多分もう帰ってこれねえよ。え、ファン、うちは。あら、可愛いうちはね。ちょっとおしゃれじゃん。最近全然バブリーな扇子使ってないわ。あれはあれで好きなんだけど、扇子とかでも 100% 似合うやん。ねえ、なんかバブル時代とかにもなんかいそうちゃいそうな雰囲気ない？ガン、ハン、ヤン、ジャン、アン、バン。バンは見たな。 YouTube で実況してくれてる。うん、これだから、このゲーム Steam にあるけど DL サイトにあんのかな。キャン、ダン、キャン、キャン、カン、ゴミでしょ。せめて中身ある状態で持ってこない。そうですね。いや、あ、もうないか。まあでも数があんまないからね今回。パンパンにしとくか。よし、もうなんかいつまかもうマックスやん。で、次がえ、円ね。後ろに円。これペンとかやったけど全、全、あら、粋じゃない。寺で座禅とかさせられまくったわ。自分の意思でやるならいいけどね、強制されるとまあまあ辛いものが。え、座禅とかやってたんだ。めっちゃ叩かれたし、あ、肩ねターンってやられるやつ。お、一回経験あるわ。あれ痛えよな。ウエン、ベン、あ、ウェン、あ、キセンセン、あ、いや、あ、いや、金、日本円。やっぱ金よね、心が落ち着くわ。まあ一方で心がざわつく効果もあるけど。まあ金で左右される人生ってちょっとやだよな。まあでもみんなそうだよね。金がないとダメだもんな結局。うん、地味だわ。あ、これは見たか。で、キャン、キャン、レン、レン、セン、あ、テン、テン、テン、心にいい。ゼロがあと10くらいあると資産的に嬉しいかも。あー、ゼロからね。もうゼロ億じゃなくて1億にするんだ。何言ってん？ケン、ケン、誰？ストリートファイター。タッパッペップーキャンじゃん。ねえ、スーパーファミコン時代の竜巻旋風客の言い方、タッパッペップーケン、ハドーケン、ソウルケン、タッパッペップーペンって言うからね。これマジでそうだよね。それ俺めちゃめちゃ持ってると思うけど、多分なんかすげえそういうなんか思い出があるわ。何言ってんのこいつとなさも。ちっちゃい頃竜巻旋風客って言えてると思ってたわ。ちっちゃい頃フェン、あ、フェン、湿地、湿地、心にいいか。まあ水鳥とかいろんな動物を眺めるのはメンタルに良さそうね。幻想郷に湿地ってあるかな。うん、わかりません、ごめんなさい、わかんないっす。ゲンゲン、え、ヘン、メンドリ。鶏眺めてるのは結構楽しいわよね。楽しいか。
楽しいか。俺別のゲームで最近ニワトリ吹っ飛ばして殺してたけど姉さんは完全に食材見る目でニワトリを眺めてくからな。まあ俺もそう見ちゃうわ。多分唐揚げうめえじゃん。最近卵高いわよね。高いっすね。高い高い。でも卵はうめえ。ないね。全でまあ上がるんだよな。で6問で残り今半分くらいか。でああこれか。アートでこれイートは食べるだよね。動詞じゃねえか。すいません。あ俺ほとんど見てんな俺。あ俺もしか俺全部見てる。あ拳銃。これガッと拳銃ガンガンとかじゃないんだ。おいどっから仕入れてきたのよ。あエアガンなの。まあそれなら安心か。いや安心か。安心なのか。まあ弾幕撃った方が早そうだし安上がりだけど、なんか東方ってさなんか弾幕ゲーみたいな感じなんだよね。それだけは知ってる。まあその解説動画であの東方とはみたいなゆっくり実況でさ、なんかあのすっげえ難しいらしいじゃんね。えめちゃめちゃ難しいんでしょ東方のゲームって。あの検索でハッと見た。いやーちょなんかこのジョーンちゃんが出てくる東方のゲームやってみようかな。なんかすげえちょっと気になるんだよね俺。これほとんど見てんな。キャットとか全部見てる。でも適当にあともうキャットにするか。キャット高かったらだよね。6万もするよね。あこれダメか。でイートは返されるや全部。バットバットはあまあまあ上がるか。で次4問目で、でエアだ。エアエアエア、これも大体見たんじゃね。でこれ耳でしょ。耳見た。でダイか車。え0円なの。いいわよね車。幻想郷じゃ全然走ってないけど、こっちじゃ免許取ろうにも取れないし、そもそも無免で OK？ ダメに決まってんだろ。え幻想郷ってこっちは取れないしってどういうこと。免許取るにも取れないしってなんか、えこの子何歳何歳とかあんのか。まずいやもうなんかなもうねジョーンちゃん、ジョーンちゃんどうしたなんかジョーンちゃんのだけは結構なんかいろいろ知り始めたからさ最近。これ C シャープで動いてるか何か。あ Java ファイル、なんか知ってる。でもそんくらいしか知らない。ガーね、ガーっていう魚ね。俺はもうこのゲームでさ知らないものの方が圧倒的に多いわ。ファイル、遠くにでも行きたいの。はい、ちょっと旅行行きたいですね。あのジョンちゃん行かない。オール船漕ぐやつ、それだけあってもどうすれば嬉しいか。いや嬉しいやろ、いろんな用途に使えそうやね。知らない人をそれでぶったたくみたいなさ。何を言ってんだ俺。ナーマーレーあケー、あパー、パー、パーは見たか。で、ケー、あレー、これファイルだよね。はい。で、シェー、あケー、タール。私あんまりヤニ系のは吸わないの。タバコか。健康と更新には気を使ってるわ。たしなみ程度で十分ね。たしなみはするの？ジョーンちゃん。なんか似合いそうって言っちゃっていいのかわかんねえけど、似合うくない？Yeah, あケー、あワー、あワー戦争。嬉しくねえだろ好きな少佐もいるみたいだけど、それは東方のキャラってこと。でブーあ変数ね。嬉しいというか必須だから。はい、これは見たか。でエレでゼーもうないね。ブーえもう案外もうないか。えちょっと待って、このなんか英語ステージこれで終わりであってほしいな。ちょっとこれ多分本当自分の力じゃ無理だわ。でジーンウインバンビアンウィン、あ勝利。まだ全然勝ってないからね。勝ち負けがあるのか知らんけど、いや勝ち負けがあるなら俺負け続けてるからね。ミンフンミリッツね。時は金なりね。便利っていうか大事にしないとね。いや本当よ、いや本当なのよそれ。本当時間って本当にもうなんか年取ると分かるわ。本当になんか今を頑張って生きようと思うよね本当に。マジでこれは見た。でジンギンあジンね、これほとんど見たな。なんで生まったんでも俺。あもう見てる、もう全部見てる。で次がファイナルか。でうんちじゃねえや。でこれでしょ。でズンズン、わお、うん、うお、名前を出すな、恐れ多いわ。あ原作者の方だあ俺もこの方は知ってる。ちょ解説動画にズン氏が作り上げたみたいな、そう書いてたもん。偉大なる創作者よ、大きな存在ね。はあ、はあ、よかった知っといて。これは知っといてよかった。これを知らないって言ったら俺コメントで今まで以上に多分叩かれたかもしれない。なんで東方のゲームやってお前知らないんだよって。危ねえ、うん、これも見たな。で、くん、あれマジで俺多分2問ぐらいしか知らんぞ。もう出てきたやつ、修道場。大きいか？大きい人もいるだろうけど。うん。で、オン。で、ファンでしょ？楽しいもの。ほとんど当たりないな。うん、ガン、ピストル。あんまり大きいピストルって見たことないわね。そこまでいったらスナイパーライフルとか、それもピストルって言えんのか。ライフルやんそれは。ピストルででかいってなんか
デザートイーグルとか、あれマグナムか、銃のもう分別がよくわかんないな俺も。なんかそういうなんか FPS ゲームとかやっとるさ、なんか銃結構詳しくなるけどさ、曲しまんね。ジューン、うん、概念できたか。まあよしとしましょう。いいの、初夏の爽やか感はいいわよね。梅雨は勘弁だけども。ああ、もう一回ジューンやっていい？なんかわかんないけどジューンで上がるの。アウン、アウン見たね。アン、そうだ、アウンってなんなで、ブーンバンパン、小さくないパンって。いや、めちゃめちゃでかいパンあるかもしんないやん、どっかには。で、ズンズン焦げちゃう。いや、もうほとんど見たな今回。早ズン、これ上がるんだよね。そうだよね、この原作者の型で下がったらもうよくわからなくなっちゃうもんなよっしゃ、でもこれよかった。このステージマジでめっちゃ難しかったんだけど、多分相当カットしてる。だってこれだけで俺も多分1時間ぐらいやってるもん。エクストラ5見逃して。税務署ちゃん、これはもうジョーンちゃんですらないのか。信じられないことにギャンブルで大勝ちしてしまった。ちょっと待って、大勝ちどころか超超のつく大勝ちだ。いくらかをそのうち税金で持っていかれてしまうのも尺らしい。尺じゃねえだろ、ジョーンちゃんに高値のものを貢いであげよう。お前終わってんな貢ぐもの6で40秒で3000万。まあジョーンちゃんに貢ぐってことか。見逃して税務署さんってそういうことか。もう口回んねえよ。今持ってきたんでしょうね、3000万。これ今まででないやつか、高級品。逆にむずくない？梅雨、あ、いや、あ、5か、あ、5尾か。いつ、きつ、すつ、靴、高え靴。70万の靴って何？もうゴリッゴリのハイブラやん。そこまで高いとちょっと引くわね。泥跳ねただけで悲鳴あげちゃいそうだわ。喜んでもらってくんないの？まあ、もらえるならただしもらっておくわね。なんか、はかなそう。はくんかな？どっちなんだろう。なんか、大切にしとこうみたいな感じではかないかな。後ろにルノつく。春、たる、たけえたる、40万もすんの？多くバレる、たけえ、規格外のたる持ってきたわね。ありがたいけど、何に使えばいいのかしら。売っていいよ、もう。インテリア。まあ、インテリアはいいんじゃない？でも、インテリア以外ある？売っていいって、もう、売ってくれ。うのつく高級品。薄、何回する？ 15 万。うわ、こんなもん買ってきたの？どう使ったらいいかしら。麺類作るとき粉から引いて作ってみるべきか。何事もトライね。やってみてくれるだけで君すげえいい子よ、マジで。まだまだ金あるぞ。どのつくやつ。どん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 ぶり安っ。どんぶりたっけー。いいのってこんなすんの。あ、どんぶりからすればたけーか。あ、もう金銭価格バクってるやん俺。300万ぐらいする樽とかねえの。樽じゃねえ、どん。うちに置いてあるやつ安いの買った記憶しかないわ。何回丼物を食えば器の価格に追いつくのかしら。確かにな。中身が安いもんな、大体な。和のつく高級品。わし。わし、いつも高いやん。ああ、すごい。またこんなもん買ってきて。うちで買えるかな。まず専用のケージ用意しないと。てか、またこんなもん買ってきてって俺前も買ってきたことになってんの？姉さん食われたりしない？ほんと何でも食うの、姉さん。和のつく高級品。駒。高い駒、9000か。高いやつだとやっぱこんくらいすんのね。なんか高すぎるとこれで遊ぶ気はなくなるわね。いや、遊んでくんね。性能差とかもないしね。いや、わかんない。めちゃめちゃ性能いいかもしんないじゃん。なんか摩擦力とかのなんか違いで。変な違いあるかもしんないじゃん。てか全然届いてねえんだ。へぇー。いや、逆に全然使わないな。早速見せてもらおうかしら。いいよ。ちょっと下ネタ的なやつねえのかな。後ろに角つく高級品。土もうなんか気持ち悪い単語だった瞬間俺すごいあーってなるからね。カツ5万。あ、カツ丼用鍋5万もすんの。専用鍋の高いやつってこんなするんだ。丼物はフライパンとかお鍋で作ってるからね。確かにね、それで十分じゃね。粉つく高級品。粉なんで安よかった。小麦粉で末端価格とかなくて腰回収屋じゃないのよ私。そけ安いし。腰があるならチツあれよ怒られるかな俺。駒先見たな。駒あったな。いや、ちょっと難しくね。逆にこれなんか金で破産することあんまないけど、それはそれで難しいな。馬たっけ。馬1頭くれるの。サラブレッド馬主になっちゃった。ちゃんと世話とトレーニングを徹底して賞レースに出さなきゃ。馬娘に胸始めて。馬娘プリティダービーの開幕よ。なんか
ウマ娘も可愛いし、その馬主も可愛いの最高やん。和のつく高級品、ワイ、俺よく自分そこまで高値売りできるわね。まあそのメンタルは嫌いじゃないけど。そうだよ、メンタル強い以外ないやろ俺。ねえ、下ネタ言うし。わら、やす、押してたやつじゃないそれ。はい、そうです。わり、わわわわわわわじゃ、ないの、わる、わわれ、われ、俺よく自分そこまで高値売りできるわね。あ、同じこと言ってる。わず、わぐ、わ、もう一回やらせてくれ。どのつく、どんやったんだよね。ど、ど、ど、二文字だもんな。どに、どっち、どっち、どっちってない？どて、ないの？どね、え？ど、どじ、ど、どぎ、どぎーまん、ど、どら、うわ、80万値段、わかんないの？値段すげえな。うちに置くのこれ、鳴らせばいいじゃん。お姉ちゃんが寝てる時にさ、ペーン。いや、めっちゃ苦情来るだろうな。いつ鳴らせばいいのかしら。近所から苦情すごそうだわ。姉ちゃん起こすときやれって。ドル、あ、ドル、金、150ドル、円か、一応円か。米ドル1万、あ、ドルでくれるの、うん。現金あれでありがたいけど、為替が面倒ね。時間も手数料も、うん、めんどくせえだろうな。よく分かってねえけど。ル、ルのつく、だ、だる、わる、ラル、ルル、ルールが効く、ルン、ン、ル、ペル、ピ、ピル。ちょっと、ピル。あれ、ピル、あれないか、ごめんな。どしどし、どさ、え、全然なくない。どや、どま、どま、10万、あー、ちょっとしか上がんねえな。あら、うちのリフォーム代肩代わりしてくれるの。いいわね、そういうの。ちょっと広くなるのありがたいわ。ってか、あの、いい家に住め、金あげるから。物じゃなくて住め、家、いい家。このつく高級品も、でも姉ちゃんいるからダメってことなんかな。こ、でもさ、離れないのがいい子よね。こ、こまやった、こみ、こ、こん、こ、こず、こ、こ、コップ、コポ、こり、こら、こん、こ、こ、こが、こ、こぎ、あ、こ、こぎ、こぎ。あら、かわいいワンちゃんね。買うとか言ってないのに買わせる気満々なら正直どうかと思うけど、可愛がることにするわ。ちゃんと飼ってくれるのすげえいい子や。マジでいい子や、ね、いらないわよ。あなたが飼いなさいって言って突き放すんじゃないの、性格悪い子って。わ、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 わじ、わ、わぎ、わが、わ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 い、あ、わい、やった、わい、やった。待って、他なんかないか。わ、わ、ワン、ワン、犬だよね。ワンなかったんだ。でもワンなかったんだよね。ワンねえんだよな。わせ、わそう、なーなー、こに、こひ、こみ、え、マジむずいんだけど。こぬ、こふ、こほ、この、え、こす、こく、こけ、こっこ、あ、こ、高級のり、大量15万。ちょっと待って、高級のりだとしても15万、大量なの分かるけど、すげえ持ってくるじゃん、の量よ。うちの庭程度でも苔敷いたら綺麗になるか。あ、あ、の、のりじゃねえやこれ。のりじゃねえ、苔、苔だ。海ついてねえ、苔ね。苔敷いたら綺麗になるか。芝じゃないし、全面はちょっとあれか。ちょ待って、マジむずいって。あ、ウニあるやん、ウニ。めっちゃ、5000安安、ここに来てウニ安、もっとめちゃめちゃ高い、なんか淡路島のウニ、淡路島にウニあるのか分かんないけど、ウニいいじゃんね。え、あの、越前ウニ、越前ウニじゃねえ、なんかあるやん、バフウニみたいなやつ。バフウニしか分かんねえや。あら、ウニじゃん、いいわね。生ウニ丼とかパスタとかに挑戦してみようかしらね。結構量あるし。あー、ウニクリームパスタみたいなやつね、うめえやな。マジウニ入ってるだけでうめえんだよ。わ、わな、40万のわな、たっけ、大型重要わな。何に使うんこれ。いや、大型重要罠って書いてるやん。大型銃に使って。幻想郷に大型銃いないの。里にでも提供しようかしら。野良妖怪にも効くならなおいいわね。妖怪に罠効くん、どういう罠なん。トラバサミとかじゃないのこれ。姉さんが引っかからないかちょっと心配でもあるわ。だって早く最高のステージやりてえな。めっちゃ気になるんだけど。後ろ樽、樽あったよね。かかる、ある、ある、はいよ、よこしなさいよ。はい、すいません。それあるなら他にもあれ。ピルないの。なんでピルないの。エル、オル、ピル、バル、パル、ねえ、ザル、あ、500円、しょぼない、しょぼいっす、ほんとしょぼいっすね。あ、あったのがびっくりした。ギル、グル、ルル、ズル、デル、ボル、ポル、泣いて、泣いて、ないよ。ウニがダメなのか。歌、
俺の歌聞く？めちゃめちゃ下手だぞ。梅、うん、海、あ、梅、派生の梅、梅の苗木、あ、洒落たもん持ってきたわね。な、庭に植えようかな。そういうのは喜んでくれるんだ。身の処理とか、なんかこれ剪定とかちょっとめんどくさそうだけどね。ああ、うん、これそれはいいんだ。こ、なんか育てんの怖くなってきたわね。えだってね、もう1年後ぐらいになんかね、モンハンに出てきそうなやつなんさ、どうするね。めちゃめちゃ方向上げるみたいなタイプみたいなさ、口からプレス吐くんじゃねえの。今の適当な池で育ててもいいのものかしら。いいんじゃね。でもその池よりもサイズでかくなったらどうする、ね、ステコルで殴るん、戦うの、巣のつく高級品、後ろにつ勝つみたいな、これで上がるんだよね。え、むずくね。和のつく高級品でしょ。和紙で結構いくんだよね。またこんなもの買ってきて。いや君、鯉も和紙も今もらってるからね。皆さん食われたりしない？で、多分食うよ。食われても食われたらいいんじゃね。ドア買ってきたんだ。ちゃんとうちの玄関にサイズあるのこれ。知れません。調べたから間違いない？なんでうちしてんの？な、それな。ほんとごめんな。なんか気持ち悪くてな。もう気持ち悪いね。分かったよ、ね。やる。夜。いや、むる。ふるふる。ぬる。ぬる。ぬる渡されたらエラー入っちゃうけどいい？な、それ。たる。いや、危ねえ。あ、でもクリアしてないの？クリアしてないの？むずくない？ワニって。あ、ワニあるんだ。さすがにワニは飼えないわ。人食いそうだし。え、でも捨て頃で殴るんじゃないの？まずは姉さんが犠牲です。綿布団。あら、いい布団ね。これは助かるわ。でもそんな上がんないんだよね。もうだいぶせんべい布団になってきてるから。せんべい布団、これから寒くなるでしょうし、ありがたいわね。ちょっと待って、マジで全然思い浮かばんって。高いもんで、10万で、でもそんな上がんねえんだよな。いや全然思い浮かばない。3000万もあんのに。20万の筒、値段えぐ。やっぱ手製の工芸品って値が張るわね。どんだけ使っても入れるチャッパが筒の値段を超えることはなさそうで。いや、それな。あとなんか使うのもったいね。ってかもう筒、もう茶、お茶に、お茶を入れる筒じゃなくてなんか別のものに使った方がよくない？こんな高い筒。ね、バズーカにしようぜ。うのつく工芸品、うにないんだよね。海。プライベートビーチ貸し、あ、いいね。そういうパターンかよ。あら、リッチなことするわね。いいじゃない。ただどこの海なのか、あったっけ幻想郷に。まあいいか、早速水着選びよ。来て、水着見してね。水着の格好見して。こけ、あ、これがあった。これ結構あかんだよな。これまずクリアしちゃおう。あ、もうファイナルや。無理やん。るつるつる、あ、ちょっと、ね、ダメなの。つるって取引アウトじゃなかった？あ、そうなの。いやいや、隠して持ってって、隠しながら持ってって。ああ、大丈夫な種類なのね。そういう種類もあるんだ。でもなんか買うのに資格とかあるでしょ。私ないけど。え、取って取ってな、なるた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 る。でも絶対わかんねえんだよな。いや、え、やっぱさすがエクストラの後半なだけあるな。もう前回より難しいもん。昼、あ、ランチ代。あら、いいわね。今日のお昼は合流できちゃうわ。いや、でも全然わかんねえんだよな。まあこの辺でお昼に1万使おうとしたらえぐい量になるけど。どっか相場高いとこない？わかんない。どこなの今ここね。後ろに角つく靴でしょ。靴結構上がるんじゃない？あ、靴上がるね。牛、ブランドユニット。肉になる前の牛買ってきちゃったの？さばいて。これはもうあれね、肉にするとかよりこれを元手にして商売した方がいい。確かにな。もしくはもっと高値でどっかにいるか、うん、もう好きにしてくれ。え、あ、ダメか、これで最終もんか。え、でももうちょいだな。汁あんの？何の汁なのよ。怖えな。汁あんのかよ。猿あんの？おい、自分で買う気ないものも買ってくるな。ちょっと、もう君に動物しかプレゼントしてなくね、さっきから。もうかわいそうじゃん。なんとかうちで飼ってあげるか。姉さんとは仲良くやってくれそうだわ。なに、猿並みなの？ね、猿と仲良くない。まあ、猿も頭いいからな。このつく、まあでも
ねえあれだよ、性欲半端ねえからお姉さん襲われるんじゃね、こう、あれ濃いね、いやいけるかな、あ、いかない、あ、いった、何につかんこれ、罠でいったか、どうだ、うん、あーダメ、ギリダメか、いやむずい、1500万、670万で、あと1問をちょっとでも上げれるやつが来ればいける、ルタルでいけそうじゃね、え、待って、でもなんかない、他に鶴ないんだよね、いやもう樽にするか、樽で、あ、来たんじゃない、来た、インテリア、うーん、あ、来た、あ、やった、クリアできた、お金を使うことがこんなに気持ちいいとは、ジョーンちゃん喜んでくるし経済もある、デメリットなんか一つもないな、よっしゃ、ちょっと待って、このシオンちゃんのステージの前にエンドレスモードで他に見てないやつ見よう、あるか、でも俺結構ほとんど見た気するけど、このつく高級品、まオンにして小屋とか適当にやってみるか、あ、米、あ、高級米500キロ、業者かよおいいや嬉しいけど、これはどこに保管しておけば、でもまあいいやん、全然いいじゃん、虫は来そうで怖いわ、あー、そういう問題あるか、あ、コテ、あら、いいの買ってきたわね、ロール巻くときに役立つわ、コテね、ちなみに左上のメニューボタンを押すと、見たことある、ん、あー、ストレートね、あー、かわいい、くそかわいい、めっちゃかわいい、いや、どっちも好き、どっちも好き、え、あ、もう一回見てえな、こと、あ、こと、ずいぶんフールなもの買ってきたわね、私も弾けるかしら、ピアノくらいなら弾けるけどさ、ことってピアノよりは夜弾いてても怒られなさそうね、まず夜弾くな、な、楽器弾くな夜に、あ、もうない、全部見たっぽい、こてにしとくか、こてで、これで見る、いや、ほんとかわいい、めっちゃかわいい、ほんとにこの子が疫病神なのかも想像もできんくらいかわいい、で、次がドね、ドは俺そんな見つけ入れてないよな、ドス意外とお手頃価格なのね、ドス1万で買えるんだ、いや持っててもしょうがないんだけど、ガチのやり合いになっちゃうし、いやそれな、女は黙って捨て頃よ、いや女はまず捨て頃もすな、喧嘩すな、あ、ドッキー、古代のドッキー、たっけー、マジモってこんなすんの、まあでも大昔のものがこの値段で手に入るなら安いのか、でも使わんくない、やっぱ飾りか、姉さんが壊さんように気をつけてどっかに飾れば、もう君たちには飾りも必要ないやろ、絶対壊されるみたいな心配してるやん、毒、うおー、やばすぎる化学薬品買ってくるね、しかも大量すぎ100kg 分使い物になんねえな、おい工場とかでまともな用途に使いなさいよ、マジであるな、意外に、で、ドアは見たっしょ、で、ドイ、え、もうここのページあれ、ドウ、あ、ドウインゴット、すげえ量のインゴット持ってくるじゃんよ、これが金だったらとんでもないわね、あ、金か、どうでも結構すごいけど、いやそれな、どうで150万か、まあ、100キロだしな、値上がりを期待して持っとくわ、うん、まあ、まあさっさと売ってくれ、俺もいらんし、あー、ない、なんかドブとかあんのかなと思ったけどなかったね、さあさあ次3ステージ目で、次後ろにいつか、これもう結構見た気すんだよな、待つ、いや300万、すげえ、そんなすんの、高い盆栽、手入れできるか、私枯らしそうで怖いわね、またそのお姉ちゃんのせいでなんかあるんじゃないの、野球ボール飛んできて鉢割られた日にはお互いさんだわよくあるやつやん、なんだっけ、どこだっけ、あ、松やったんだ、で3つ、おむつ、200万円分のおむつ、いらん、いらん、いらん、ここは介護施設か、姉さんまだ大丈夫だから多分、え、待ってね姉さん漏らすん、ねえ、とってめつも、あ、持つ、あー、あら嬉しいわね、ちょっと量多いけど、まあ姉さんと2人ならいけるでしょ、無限に食ってくれるし、ちょ、マジで早く、あ、ヒツ、姉ちゃんがどんなキャラなのかマジでもう予想つかんわ、まあ、調べてもないんだよね、まだ、たっけ、おひつ、デラ高級じゃん、米入れんのもったいね、洗う時に傷つけそうだわそんなこと心配してる時点でセレブの素質ないのかしら、え、でも元がなんか庶民的なんじゃないの、だから普通、ヘツ、案外これもう靴とかばっかで全然見てなかったな、結構あるな、あ、鉄、おや、高いかもしれんけどこれもらってどうしろと、うん、100キロな、しかも製鉄所でもスクラップ屋でもないのよ、うちは、いや、それな、もう金だったら喜んでくるんだけどな、札、おい、そんなくれちゃうのもう、ゲン生やそのまま渡すんかいなんか大丈夫、贈与税とかさ、まああるだろうな、怪しい金じゃないわよね、変なことを巻き込まれたくないわよだって君もし変なことに巻き込まれても、だってもう捨て頃でいくやろ、キツ、靴も見た、ここら辺、ケツ、もうお題無視じゃん100万くらい出したらちょっとくらい触れてもいいわよ、マジで言ってる、え、だったらお前すぐ出せよ100万、え、
だ、出せって出せ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 100万出して触れよお前100万でいいんだぞおいえ、なんで触んないおつまだ終わってないわよケツ出せよブツおいおいおいプレゼントに持ってくるかこうやつブツぞ嬉しくはないまあ一応私も仏門に属してはいるけど無理やりだけどあそうなんだ熱心すぎる信者みたいだないや分からんけどしかも仏像も憂えしな売ったら罰当たんじゃねえかなと思うよな多分脱実頭痛もうここら辺もないよなないっすねじゃあもうブツブツ上げてこれでも上がってんだなで残り2問か後ろにルノつくはい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 パルまあこっちよりまずこっちかセル主要なセルがおお何のアニメか知らないけどレアモノっぽいわね何のアニメか知らんのに持ってるのもちょっと申し訳ないけどねそうだろうなまあ資産としてキープしときましょういや見てくれよせめてじゃあそのアニメをいやピルがねえんだなあビル5億キャーとうとう私にも持ちビルが夢の不動産で不労所得パリよあぶねビルあったなベル純金のベルドアすげえの持ってきたおんの今腰言わしたかもしれないわあ黄金の輝きに吸い込まれちゃうわ1000万のベルってなんやねんあドル現金も嬉しいけどね心のこもったプレゼントがいいわねお金はもらうけどなんかお題によっちゃあんまり金で喜ぶことないなしょぼないなんか普通に現金の時すげえ喜んだりしてたのにでもやっぱ物の方いいんだろうな、まあ、それはもうなんかジョーンちゃんでもお金欲しくてもお金になんかがめついキャラでも、まあ、そうなんだろうなもうないかロールない、じゃあもう一回ドルあげるかこれで残りいいもんか和のつく高級品あんまなくね和金そろそろ料金発生させていい50万はい3分間だけ見放題ねいや見せてくれよじゃあいや手バッて上げてちょっとキモいけど見せてくれよ枠最高級メガネフレームおおこれはまたハイブランドのメガネね目は悪くないからドアやらないわおしゃれ用の縦メガネねあ知的イメージが上がっちゃうわちょっともう一回脇やらしてね脇もうどんどん金払うからちょっと気持ち悪いわちょっとやめようだって危ねえ最高にキモいこと言おうとしてたはい終わりじゃあ脇であ脇返されるんだっけなんで気持ち悪いなんか欲望に忠実だなあこれでは最後かうのあうのかうの楽しいから好きなんだけどももっとなんかこうねえそうですよね高級品ではないなん300万クロマグロ1匹あ魚おすげえ丸ごと初めて見たわいや嬉しいけどどうさばいてるのかしら一般家庭でさばけるもんなの姉ちゃんにやってもらえば姉ちゃんにやってもらったらなんかいつの間にか骨しか残んないみたいなのあるんじゃねえの姉ちゃんのことそんな知らねえけどさ腕うどないんだうざうじうじカースマルツなんだこれうげよく手に入れたわねこれカースマルツってなんだえこれチーズでチーズの中にうじ虫が入ってるうわなんかやだでも高いんなら高級品ってことなんかなこれなんかチンピンみたいなねえ興味はあるけど食べるのが怖すぎるわね跳ねるから目に入って失明とか失明するとか聞いたことあるし普通のチーズ食った方がいいってなんだそれ俺怖えよ売り2000円こんなにあってもしょうがないわ食い切れないしさすがの姉さんでも飽きるわよあそうなの売り分かんないじゃん食えるかもしんないよちょっと待ってあともう終わっちゃいましたね海あげるかよしいやこれでもうジョーンちゃんステージもこれで終わってしまったってことかジョーンちゃん満足して去っていきましたいろんなものをプレゼントしてくれたあなたのことをきっと3分くらいは忘れないでしょいやもう3分忘れてくれないだけでも嬉しいわもう2秒で忘れそうじゃんよしシオンちゃんねなんかコメントとか見る感じさなんかジョーンちゃんよりも姉ちゃんのシオンちゃんの方が好きっていう人も結構いたんだよね行ってみるかなんか見た目ねちょっと検索してなんか黒髪青髪っぽいなんかこらったのしか分かんねえな今日もジョンちゃんは満足してくれたみたいだ。さて、少し予算が余ったな。何か食べに行ってもいいか。いや、このお金は次の、貢ぎ予算に回すのが賢いか。ん？ジョンちゃんと入れ違いでやってきた君は？え、予算2万5千なの？お前めちゃめちゃ金使ってるやん。さっきまで3000万あったのに。貢ぐもの8個 !8 個で40秒で2万5千厳しくね？まあ、でもここ一番。あ、可愛いけど。ほんとになんかボロボロ。ちょっと。おい、BGM どうした？ちょっと待ってロロツク食べられるものロマ
ロの食べられるもの？ロ、まあ案外出てこないぞ。ロン、麻雀。ギャンブルで買ったことないよ。可愛い。待ってめっちゃ可愛いやん。ロロ。待ってなんか積もれ。俺なんか積もれ。ロバ。食えねえって60万。ロバって食べられるの？お肉といえばお肉だけど、君なら食えるんじゃね？解体できないからな。そのまま食え。せめてお肉の状態にして。うん。終わったね。ちょっと待って。あれ気づけば財布の中身が空だ。っていうか穴まで開いてる。一体なぜ？この子が貧乏神だからもう穴まで開いてなんか。そういうことなんかな。良くないことしか起こないってこと。もうオーラ半端ねえんだけど。後ろも。D のつくものなら何でも。D？ D？ リード。リード。リード。うちに犬はいないからな。いつか買うと BCM やべえって。これメニュー画面、あ、変わってねえか。いつか買うとき用に持っておこうかな。ワンコに不幸な目にはあってほしくないな。泣いてる、かわいい。この顔もかわいいな。ちょっと待って、この子かわいい。ベのつくものなら何でも。ベロ、ベロ、ベロ。牛タンか。俺のベロじゃねえんだ。あわわわわ。高級なお肉だ。今日一番慎重に持ち帰らなきゃ。この子はこの子でちゃんとそういうの大事にしようと思ってんだけど、自分のその特性のせいでなんか全部不幸な目に遭ってるってことなのかな。持ってんの、これ何？これ俺君のことよく知らんからさ、言わせてもらうけど、君のこの持ってるもの何なの？あとこのブレスレット売れやいやん。なんかめっちゃ高そうだけど。家までの道のりが地獄のアスレチックに見える。もっとちょうだい。いや、あげるよ全然。ロのつく食べられるもの。ロバダメでしょ。ロ、ロ、ロリ、ロリあるんかい。うわー、危ない人だった。ジョンのこともそんな目で見てるの？うん。なんだかがっかりされてしまった。妙な罪悪感があるがどうするんだ。一気に下がったな。ロリダメなんだな。待って、むずいわ。ウォウォウォンやん。金やん、もう。もう、1100。わー、お金だ。しかも、ゼロがいっぱい。やったー。これ、購入できるよ。ボンって日本円で1100円。まあ、そうだよね。あっちの方がなんか、1万でも、こっちだと1100円ってことだもんね。もっとちょうだい。うん。ローのつくものなら何でも。ローマ。ローマあげる。地名じゃないの？あ、ダメなの？ローミロース肉ひゃー、お肉だ。しかも高級そうだ。こういうのって絶対落としてダメにするから気をつけないと。マジかよ。あ、犬に。もう本当にこの子はもうそういうキャラなんだな。かわいい。でもなんかかわいそうがかわいいみたいなあるやん。もうそういうものでかわいく見えちゃうってことなんかな。ロー、でもってか返されたのか。ローン組め。ローン、もう採用増やしたくないよ。かわいい。ローズ、バラ。おー、綺麗なバラだね。いい匂いもする。持った瞬間枯れたりするのかな。私は食べ物の方が好きだな。バラって食べれる？食べれるでしょ。すごい、まだあるんだ。ルノを作る食べられるもの。もうルビーおー、宝石だ。ジョンが喜びそうだね。今日は食べられるものがいいな。とりあえず食べ物なら何でも喜ぶんかな。でも難しい。でも一回真面目にやってみよう。何をくれるんだろうな。クリアしてから塗れる相撲でやればいいからな。ベで、ベロで、でも8000円だったよな。他ねえか。紅生姜丼美味しいよね。紅生姜のみお茶をかけて食べるんだ。はあ、俺やってみようかな。本当は牛肉が食べたいけど、まあ肉か。ねってなんだ。ねんものでちょうだい。はい。ねえ、ねる、練り物、練り、ね、あ、練り物あるよ。いいね、おでんやりたいね。料理はジョーに任せてるよ。私がやると失敗するし、あと面倒だしね。これ物乞いのあれなんか。ルーってなんかあるか。ルイベ漬け。なんそれ。わー、すごく美味しそう。どれ、ちょっと調べるか。ルイベ漬けって鮭なの？鮭のルイベ漬けがめっちゃできたんだけど、クソうまそうなんだけど。あ、イクラも入ってる。あ、そういうこと。これ知らなかった。これ、俺ちょっとアマゾンとかで見てみよう。なんか売ってそう。うん、どれどれ。これは
美味しい白いご飯が欲しいよ。これうまそうだな。これめっちゃうまそうなんだけど。ララのつくものなら何でも。ラッパでも絶対買えないやん。ラッラッラッツラッラッラッピラーラッ、うん、ラッビ無理だって。ラッラッラッスラックラック欲しいよ。運がうらいや、うん、ごめんね天神様待たしてるから。ちょっと待って書いてしまった。ああ見えて結構忙しいらしいな。ああ見えてって確かにああ見えてだよな。待ってこれ難しいわ。ワクワクするな。ねねで練り物さっき上がったけど他ないかな。ねねねちねねねむねむの木。あ知ってる、おじぎそうってやつだね。え違うの、そっくりだな。俺もよく知らんのよ。ちなみに食べられる、頑張れば食えんじゃね。茹でたら食えるしょ。ロのつく食べられるもので、これがなんだっけ。ロロリダメだ。ロロロズロローズ、うん、バラはあんまり食用には向いてなかったかも。食ったん、食ったん、トゲが刺さっていなかった食ったんだ。ロロロロマロロイロイ、私あんまり人型のキャラ操作しないな。あのねファイアエムブレムね、ジョーンがレベル最大の CPU と3人がかりで私をはめてくるんだ。ひどいよ。何の話。あスマブラの話か。そういうことな、はめられてんのかジョーンちゃんに。ロッシうんヤギじゃないから髪はちょっと、といつ食べたことある、食べたことあんの。あんまり美味しくはないけどね。美味しくはねえだろうなそりゃ。ロッサロスロロセロロソロッソワイヨセワインだ。きっとシオンが喜ぶよ。あシオンじゃねジョーンが喜ぶよ。持って帰ってあげなきゃ。ああ落としてちょっと何してんだよ。ロモロメロムロム、物理でもデータでもそういうのは食べられないな。ロムね、ロロロナロニ、なんかあるぞ。うんやらかんやら滑殺撃なんそれ。ロシロシダメなんでね。ちょっと待って待って待って、さっき何せだっけ。ロニロニってなんだ。なんかロニって検索したらいろんなもののキャラが出てきたんだけど、そのどれかってことか。もう無理だわ。ロヨロユもうダメだ難しいわ。まあ練りでいいか。まあちょっとでも上がるなり、だって8もあるんでしょ。で安いからいいじゃんまだ。でるでるるルルイって何かあったっけ。でルイベ漬けが4000でまあ結構上がるんだよね。でこれ OK っしょ。で次がララってなんだよ。ラットネズミ食え、ネズミ食え。おおネズミ捕まえてきたんだね。でも連れて帰るとジョーンがめっちゃ怒るんだ。もう全部経験済みや。ちょっとラッスラッシーラッシー、あ美味しそう、もらっちゃっていいの。いいよ。ズズ味がちょっと薄い感じだけどさっぱりで美味しい。じゃなくな、美味しいならなくな。味のついた飲み物って美味しいね。あ今感動してるってことか。ロのすく食べられるものなんだっけ、なんかあったっけ。ロイダメだよな。ロカロカした水、ろ過装置。なんでこんなめっちゃ上がんの。すごい自作なんだ。これで綺麗なお水が飲めるね。え君普段泥水か飲んでんの。早速川の水で試すよ。あ川の水飲んでんだ。あかわいそうなんか。リーのつくものなら眠いでしょ。リードリードうーんリリーンリーンリーン、私がやると足首が折れる気がするな。リープリープ、タイムリープできるなら私ら姉妹が来る前の幻想郷も見てみたいね。うーんリーブリーブ、あれどこに行くの、ちょっと待ってよ。リーズリーグリーグ、メジャーオブレジェンド、リーグオブレジェンド、リーラリールリール、タコもねえや。釣りも楽しそうだね。お魚釣って食べたいよ。手づかみだとやっぱり限界があるから。手づかみやってたの。森でつくのも楽しそうだね。うん、サバイバルキッズってゲームしてる、やって。ベのつくものなら何でも。ベラ何でもいいでしょ。お魚、えマックスなんだ。てか合格ライン今気づいた。お魚だ、焼いて食べよう。やっぱり塩焼きが素材の味、野獣一番感じられて美味しいね。うん、焦がさないようにしないと。で7問、あと2問じゃ無理だろ。おワン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 で、え結構上がる。まあお金で結構上がるなりや。でロー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 リーローリエタンクローリーで、え OVA 版はロードローラーじゃないんだってね。何それ、ちょっと待って時間ねんだ。ローマロ
ローナ、ローナ、ローニ、ローヌ、ローネ、ローノ、なんかいけそう、ローク、ローウー、あ、ロールケーキ、来た。うわー、美味しそうだ、糖分だ、むぐむぐ、うわー、美味しい、かわいいな、ん？いやー、ほら、落としたりする前に食べちゃわないと。あー、なるほどな。で、ラ、ラってなんだっけ、あ、ラッシーだ、ラッシーで、でもそんな上がってねえんだな、味がちょっと薄い、うん。でもう残り2問なんだよね。でウォウォでウォンでウォンで結構上がるんだよな。ウォンで上がってあと1問結構上がればこれいけるくね。でルルなんだっけ、何やったっけ、ルルルルルン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 ルルルルルアルア、ダメなんだ、下がるんだ。お魚そっくりだけどこれは食べられないな。そういうことかい。ルースルナルナチャルって何。寄せは食べられないよ。まあ、いざとなったら食べられるかもだけど。ル、ルミ。いやー、もうちょいだわ。もう高そうだけど、ラッパーあげてみるか。ラッパー1万6000円。あ、ラッパーだ。いいね。家で炊いてみ、あ、吹いてみようかな。まあ、多分あんまり上手に吹けないだろうから、今流れてる曲みたいです。もう、なんか本当に不協和音なんだけど。もっとくれるの6500円だったな、でも。ね、で、これ練り物でしょ。いけそうな気すんだけどな。ルールンルルルリ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 、綺麗だけどこれは食べられないな。金減ったな。ちょっと食べたみたくあるけど、もう何でも食うやんマジで。ルルルルマルルナ、ダメだ。ルルルカルカ、たっか、え、私は音楽はさっぱり、全然さっぱりだ。女王の方がまあまあ得意だと思うよ。なんかもう難しいでごわすな。ルッコラ、これは食べられる草かな。むしゃむしゃ、うん、結構風味が強いね。食べられるよ。そっか。食べるんだな、なんでも。ベで、これベラベラにしたら、うん、結構あかんだよね。これいけるくね。お魚だ、焼いて食べよう。うん、で残り2問だよね。でね、でこれ練り物でしょ。練り物あげて、でちょっと上がる、あと1個だよ。で3000円でしょ。3000円で、ロ、なんだっけ、なんだっけ、食べられるもの、あ、ロールケーキで、あ、じゃあロールじゃんこれ。え、待って、ゲームは食べられないな。食べられるわ。え、あ、じゃあローか、さっきロー、ロバダメだよな。ロス、ロス、フードロス反対は、捨てるなら私にちょうだい。ちょっと今考えろ。ラ、そころ過装置あったんだ。でろ過装置でギリいかないんかい。ギリいかねえんかよ。何かがミスってんだな。あ、ルー、カレールー結構上がる。わー、カレールーだ。ポリポリ。もうあの固形で食ってんのかい。スパイスが効いてるね。どうしたの、美味しいよ。かわいい。リーで、リールは多分、リールは絶対大丈夫だ。リール結構上がるもんで、金もちゃんと使うし。で、ウォーで、ウォンは、ウォンは絶対、これは絶対そうだ。ウォンほど上がるもんあんまねえもんで。ね、で、練り物が違うのかな。練り物そんな上がってねえよな。ね、ねに、ねな、ねち、熱、熱を冷ますし、あ、上がる。私あんまり体温上がることないんだよね。でも一応もらっておくね、もったいないし。ジョンが使うかもらしい。ジョンちゃん使うの。え、これいけんじゃね、今度こそ。で、これラ、なんだっけこれ、なんだっけ、ラッキーは運なんだよな。ラ、ラ、ラッシー、ラッシーで、うん、ちょっと上がる。やってんのかな。残り3問で、ろ過で、これろ過装置でしょ。他ないか。ロ、ロシ、あ、ロシダメなんだよな。待って、ロ、ロナ、ろ過、まあ、ろ過装置にするか。そんな上がってねえよな。0円だしな。で、ローで、これロールケーキでしょ。で、ロールケーキ、でもいけそうな気する。あと問題次第だろ。ベで、ベラ、ベル、ベル、ベル渡す、ベル、ベル渡しないの一回も。ベル1500円。あ、おいっと、ベルの音って素敵だよね。私でも演奏できそうだし。それそれ、リンリンとどうせ壊すんやろ。え、ダメだったの、ベラ、いけ、え、ダメだ、ダメなんだ。うーわ、上がって下がるんだ。そっか、この子が喜んでくれてもそのぶっ壊しちゃって下がるってことか。うわ、いい感じに罠にはまった。ネッシー幻想郷に来てるの。ネサ、ネス、ネス、ネス、
ゴミ箱漁ってハンバーガー手に入れるのはちょっと真剣かまくな。ゴミ箱にハンバーガーまずねえだろ。ネケ、ネク、ネックレス。あ、ネックレスいいね。すごい、もらっていいの？やった、おしゃれだ。あ、これ壊すパターンや。ジョーに自慢しよう。あれ？あー、そうだわ。もうほんと、物はあんまあげちゃあかんやん。カラスに取られた。いやー、むず。寝巻き。わー、あったかそう。また壊すやろ。あったかそうな寝巻き、もらっていいんだ。要はあったかく過ごせるよ。大丈夫だったんかい。なんやねん、ロー。ローは食べられないな。チャレンジしたことあるけど。いや、さっきローって何やったっけ。ロー、ロー、ロー、待って。6万円。バカ型。うわー、お金だ。これで美味しいものを買おうかな。あー、稼ぎ倒さず下がるんかい。待って、俺今回いけるかもしれん。ワイン渡したでしょ。持って帰ってあげなきゃ。あ、ちゃう、これ下がるんだったし。あれ、でもいけるかも。待って、ウォン渡して。で、最後に、で、これラッシー、ラッシー。ラッシーで、マックス行くんじゃね？ああ！来た！やった。一回ミスったけど来れた。強烈な不幸のオーラに飲み込まれそうになったが、普段ジョーンちゃんに貢いで幸せな俺には聞かなかったようだな。お前めっちゃミスったよ。何回ゲームをもらってんだよ、お前。あ、クリアした！エクストラ。いや、待って、じゃあこれ最後に全部やってみて終わるか。いや、今回も結局1時間以上やってんだな、多分動画的にも。ロヨ、あんまないのか。でもロム、あ、ロムか、見たな。ロハ、ただっていい響きだよね。ロハ、ただより高いものはないとも言う。まあ確かにね、ただほど怖いものもないよな。ロト、うん、ロトの剣。うん、さすがに剣は食べられないかな。たっけ、マジックで剣飲み込んでる人がいたし、やってみようと思ったけど、ジョーに力すくい食べられて。おい大丈夫か君。あ、ロケ丼。わー、お弁当だ。いろんなものを食べられる楽しみがあるよね。あ、落としちゃった。ぐちゃぐちゃだ、もったいない。もう手で持つな。あ、ロコモコ。じゃあもう点のせいで落とすやろ。いやー、美味しそう。いいのもらっても。お肉は美味しいね。あ、食えてるやん。ソースも美味しい。ご飯も、あ、これは普通に良かったやん。ロア、ロア、あ、ストーブなってる。方向、うわ、びっくりした。終わり。ローは見たな。方向でびっくりしたで終わんのおもろ。で、ロービーとか案外あるな。ロブスターあるか。うひゃー、高級食材だ。でもこの子が喜んだリアクションした瞬間になんか不幸が訪れそうなんだよな。どうやって食べたらいい。油絵ポーンかな。あ、全然大丈夫だった。ローベー、ロボ、ロボ、ロボ。さすがにロボットは食べれないよ。さすがに食ったことないか。あー、もうちゃんとないんだ。なんか何でも食ってそうなイメージあるからさ。ロデオ、私の運動神経じゃロデオで食べてくんのは無理かな。吹っ飛ばされるだろうな。ローザ、ロジ、ロジ、路地裏の湿ったとこにはたまにキノコが生えてたりするね。食べたらひどい目に遭うけど、だからさ、全部経験談やん、この子。ローズでしょ。ローズ見たな。マジですごい。あれ、ワインね。わー、ワインだ。ジョンが喜びそうだね。帰って二人で飲むよ。あ、大丈夫だった。別の時は落とすのにな。落とさない時もあるんだな。ログ、何のログ。私に食べさせて証拠隠滅させようとしてるの。ロゴ、ゲームのロゴは食べられないよ。おー、いいね。この子もちゃんと突っ込んでくれる。で、ロンね、積もってロンして補充してくれ。ロリ、ロリはめっちゃ下がるんだよな。あっぶね。でもこれ、そっか、ゲームはねえか。ロールで、ロールで、ロレ、ロロ、結構あったね。やっぱ一人なんかシオンちゃん専用のステージだから、結構なんか詰め込んだってことだから。さあさあ、次ルーンだね。ルーも結構見たよな。お、ルピー、幻想郷じゃ多分使えない通貨だね。ああ、ないか。ルプ、ルポ、ルポ、ルポ漫画。漫画じゃお腹は膨れないよ。せめてグルメ漫画がいいな。いや、よくないやろ、もっと腹減るやろ。読みながら草を食べると風味がする気がするんだ。金をあげたい、この子には金をあげたい。ね。なんて不幸な子なんだ。あんまなかった、今回。適当に、ルーにするか。ルーあげて、そっか、8もあるからね。ローか。ロリで、なんか他になんか今回、あれだね、下ネタ的なやつあんまなかったな。ちょっと悲しいな。ローム？キル取るのも大事だけど、視界取るのももっと大事だよ。
なんかあのそのとキャラ名とかなったしか俺全く分かんないからさ、ね、やったことあるゲームだとしてもあんまなんかそういうの覚えられない。パン、わあ美味しそう、焼きたてのいい匂いだね。朝はご飯もいいけどパンもいいよね。うん、朝はジョーンがご飯を用意しておいてくれるよ。私が起きるの遅いと大体冷めちゃってるけど起きてあげなさいよ。ロータ、あ、ロータ、あ、ジョーンちゃん出てきた。てめえこら全年齢だぞ、何わざとしてんだ。さすがに見逃せね。あった、今回もロータあったぞ、最高だなおい。ローチ、土壌の仲間。へえ、土壌、なんて読むんだ、柳川鍋っていうのね。でまあ土壌のなんか鍋らしいんだけど、土壌、柳川鍋とか聞いたことあるよ、美味しそうだね。え、鑑賞用なんだ。鑑賞用なの。でもきっと食べられないってことはないよね。まあ頑張れば食えるでしょ。んローテ、最初は家事は持ち回りのローテーションでやっていこうってジョーンと決めたけど、私が忘れたり失敗しまくってたらいつの間にかジョーンがやるようになっちゃった。でもなんかいい子だな、ジョーンちゃんも。ロート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 じゃん、スマスマやる前必ず CM で流れてたわ。製薬会社、そうです。ロープ、何かの役に立つかな、家に置いておこう。持って帰る間に手とか足に絡まりそうで怖いな。ね、この子が本当にお金をタダでもう提供してあげたい。ローバー、ブラックマーケット設置だ。あ、これエイペックスだな。ローバー知ってる、ちょっとだけ結構一時期やってたわ。エイペックス、ローブ、バスローブ、おー、おしゃれだ。こういうのはジョーンの方が喜びそうだけど、ふわふわだ。普段着にしようかな。バスローブを普段着にすんな。ローベ、ローボ、結構あるわやっぱり。ローズ、ローデ、ロード、ロード、長いロードだなと思ってたらフリーズしたこともよくあるよ。あー、ゲームでね。ローザ、ロージ、ローズはあげたよな、綺麗なバラだね。うん、バラで食べる、うん、だって食ったことあるでしょこの子。ローガ、ローギ、ローグ、ローグ、ローグライクって楽しいよね、毎回違う冒険が楽しめるやつとか。うん、みんな条件は平等で、失敗で全てを失ってもまたやり直せる。私でも遊べるしね、運は悪いけど。もうゲームでも多分この運の悪さが出んのかな。ローラークス、楽しそうだね。普段は飛んで移動してるけど、たまには地に足つけようかな。絶対転ぶやん君。まあ絶対に転ぶなら見えてるんだけど。タンクローリーね。ロールケーキ、あんまもうないかな、もう全部見たか。あ、見たね。ウォーだ、ウォーはね案外見てないから、てかあんまないやろね。ウォーから始まるものあんまないやろ。ウォー、あ、ウォーター、新鮮なお水は美味しいね。雨水や川の水も悪くないよ。たまにお腹壊すけど、じゃあ良くないやろ。飲むな、うん、ウォッチ、あ、ウォッチ、おお、腕時計だ、高級品だ、絶対君なくす、壊す、ジョーに自慢してやろうと。もう想像がつくもん。ウォッツ、ウォテ、ウォト、ウォッサー、ウォッシャー、ウォッシャー液、お、綺麗な色の飲み物じゃねえよ、ジュースかな、ブエッ。おもろいよ、もうこの子かわいいよ。なんだよ、なんかジョーンちゃんも可愛いし、てかもうこのなんかさ、影山ひなちゃんだっけ、あの子とジョーンちゃんもだし、この子もだし、なんかトホのキャラみんなクソ可愛いな。ウォッカ、へえ、高いお酒だ、ここで飲んでもあれだし持って帰ってジョーンと飲むよ。あっ、もう全部落とすやんけ。おい、おい、わ、びっくりした、何、ごめんな、なんかごめん、ウォー、いや、なに、なんだよこれ、俺も知らねえけど、なんで大きい声出すの、しおんちゃんの時ビビらせんなよ、かわいそうだな。ウォーズ、もうここら辺ねえかな。あ、もうないわ。あったんだけど、このウォーズに関してはちょっと俺よくわかんねえから、岩へって言ってたけど、なんだっけ、あ、ウォッシャー駅ダメだったんだ、あ、なんかごめん。5問目、リーか、リーもあんま見てない気するな。お、リーフ、食べられる葉っぱには結構詳しいよ、これは食べても大丈夫なやつ、サラダの葉っぱみたいで美味しいよ。へえ、あ、リーフ、むしゃむしゃ。食ったんかい。リーチ、パチンコしてると嬉しいものなのかな、ギャンブルすると絶対負けるからな、まあ、君の体質は絶対意味ねえよな。リーチあったよな、リーツ、リーテ、リート、リーサ、まあさすがにあんまねえな。リース、わあ綺麗な飾り付け、クリスマスっていいよね、毎年ジョーンがこっそりプレゼント置いといてくれる、いい子や、気づいてないふりはしてるけど、いや君もなんか、なんかいいな。なんかすげえいいやん。リーキ、初めて見るな、ネギとは違うの、何それ、
火を通す美味しいんだね。じゃあ生では食べずに持って帰るよ。あー、何も大丈夫だったんだ。なんか絶対起きると思ったけど何もなかった。リーダー、自分を引っ張っていってくれる人ってかっこいいよね。ジョーも頼れるけど天神様はもっと頼れるね。へえ、そうなの。ジョーンちゃんよりもなんだ。リードはやったね。ワンコ不幸な目にあってほしくない。リーグも見たな。もう次あともう残り3問か。早いな。根のつくもんなら何でも欲しいな。ね、あんま見てないな。お、ネタ？あ、寿司ネタ。わあ、お寿司？あれ、ご飯がない。あ、そうか、寿司ネタだもんね。なるほど、家で自分で握るのか、楽しそうだね。おお、なかった。もう必ずなんか落とすと思っちゃってるから、それ。熱さまシートは見たね。で、寝とられぼん。脳が破壊されるから気をつけるってジョーンが言ってた。破壊兵器だ。寝とられぼんは読むな。あ、猫のぬいぐるみ。あ、ぬいぐるみだ、やった。もう絶対落とす。あって言うなよ。かわいいよね、猫のぬいぐるみ。もっとたくさん欲しいな。あれ、これ落とさないパターンじゃね。あ、落とさなかった。ねや、ねい、ねう、ねえ、ねお、ねお。披露宴に来てたボス、ラスボス？なんそれ？ネオ。ネオっていっぱいあるくね？なんか。ネッペ、ネッポ。もうないかな。お、ネジ。ネジはもらってもな。いや、喜べよ。ね、ネズミは可愛いね。でも連れて帰るとジョンが怒るから。うん。で、ネゼ、ネゾ、ネガ、ネガ。私、現像できないよ。あと人の写真もらっても。ネギあるやん。ネギは美味しいよね。お鍋とかにも欠かせないよ。生で食べてもなかなかいけるよ。私が保証するよ。まあ生ね、俺もネギ大好きだからね。ネギってさ、生で食うとなかなか口臭くなるよね。ないね、もう。ネギやっての、残り2問や。いや、なんか本当に多分今回でエクストラステージもう追加されなさそうな気しない？なんかすごい、なんかキリがいい感じするけど。ベム懐かしい。妖怪人間って幻想郷にいるのかな。ハーフはいるって聞いたことがあるね。なんかあのパンツの見切りってゲームでさ、このなんか東方のゲームのキャラクター、いろんなキャラクターのパンツ剥ぎ取ってきたけど、すごいいろんないっぱいキャラいるやん。もう覚えられねえわ。でね、ベムまでやったんだ。ベメ、ベモ、ベハ、ベヒ。あんまなさそうだな。お、ベホ待て。私たちに対する回復魔法って大丈夫なのかな。いや、わかんないだって。もうなんか回復はするんじゃねえかな。あ、紅生姜見たな。紅生姜丼ちょっと気になる。紅生姜大好きだからさ、案外食えそう俺も。ベネ、何語？俺もわかんない。ベノ、ベタ。あ、熱帯魚。お魚食べられる？あんまり食用には向かない。そっか。でも多分サバイバルで捕まえたら食べるよね。じゃあ食べられるってことだ。もう君は絶対食べるんだろうな、どんなものでも。別？何かが別にあるの？うん、あ、そうだよ。今から多分何か出てくるよ。ベトベト。汚い。何それ。うん、まあ気持ち悪いこと言うんだったら多分スライム。はい、危なかったね。これ今問題答えが出なかったら俺は多分キモいこと言ってたよ。ベック、ベケ、ベコ。あ、牛150万。ひえ、牛一頭くれるの。ジョーもすごい人に取り付いたもんだな。牛さん、もう取り付いたって言っちゃってるやん。牛さんおいで、うちで飼ってあげるよ。かわいい。でも多分この牛が多分ひどい目に遭うんだろうな。多分そうだよな。ベア、熊の手。うわ、これ食べられるの？楽しみだな。ジョーに料理させよう。いや、ジョーンちゃんもびっくりするだろうな。ベイドル。わ、お小遣いやった。これ風で飛ぶんじゃね。見たことないお金だな。ジョーンに両替してもらおう。あ、だろうね。飛ばされると思ったわ。ん？ベビー用品。うち赤ちゃんいないしな。まあもしかしたら何かが何かに使えるかもしれないし、もらった服よ。どういうことやね。ねえ、どういうこと。何かが何かにって何。ねえ、おベベ。さすがに小さすぎるな。ジョーンでも着れないよ。ジョーンちゃんの方がちっちゃいってことなんかな。なんかスラッとしてるのどっちかって言ったらシオンちゃんに見えるけど、そうでもないのかな。ジョーンちゃん結構スラッてしてるイメージあるけど。ベジタブル。野菜も大事だよね。健康のためというよりは美味しいから食べるんだよ。まあだろうな。ベガ。最高な力と不幸の力どっちが強いかな。最高クラッシャー使ってくんじゃない。まあどっちみち負けはするけど。この子がなんだろう、活躍するものって何があるんだろう。弁当か。あ、大弁の弁かと思ったわ。美味しそうなお弁当。もぐもぐ、むしゃむしゃ、ハフハフ、むしゃむしゃ、泣いてる。もう当たったりさ、なんか落としたり壊さなかったりしても、この子が泣くからさ、必ずおもろいわ。
あ、折れるやつが出るかな。で、ベロで牛タンでしょ。あ、これベ、もう牛タン落とさないんだよね。じゃあもうベロでいっか。残り、あ、これ最後や。ラッカー最後。ラ、ラもあんまないだろ。でもお、ラッタ現実にはいないよ。え、私たちもどういう意味だろう。そこはもうメタすぎるからあえて何も言わないわ。あ、ラットそれっぽいやつばっかやん。おー、ネズミ捕まえてきたんだね。でも連れて帰るとジョンがめっちゃ怒るんだ。あ、これ見たか。さすがに、あ、ラッシーね。ラッシーも見たか。ラッシーはもうめちゃめちゃお世話になったな。あんまねえや。ラッセンの絵、わーすごい。芸術は全然わかんないけど触るなよ。この絵終わるぞ。ジョンが喜ぶかもね。あと売るかもだけど、まあ売るだろうね。絶対売るやん、うん、落花生美味しいよね。落花生ポリポリ食べるのが止まらないよ。殻も意外と美味しいよ。殻くん、ラッコ、タッケ、ラッコ可愛いけどうちじゃ買えないよ。池もないし、いや食え、ラッコ食え、食いもん困ってんやろ、食え。あー、でラッパね。ラッパは見たな。でもここら辺からなんかいっぱいありそうだけど、あ、ラップ、ラップは便利だよね。あ、そっちね。余ったご飯包んだり、保温に使ったり、たまに夜遅く帰るとラップが消した夕飯が置いてあるんだ。ジョーンが作ってくれてるんだよ。いや、いいが、ほんとなんかラッポ、ラッバ、ラッピ、なんかちゃんと仲いい姉妹っていいね。ラッタ、ラッジ、ラッツ、ラッテ、ラッド、ラッザ、ラッジ、あんまない、ない、もう終わってしまう。ラッガ、ラッギ、ラッグ、ラッグ、ラッグないんだ。ラッゲ、ラッゴ、ラルワ、ラッオ、ラッ、あ、ない、もう絶対ない。あ、終わった。ラ、あ、もうじゃあラッパで、ラッパで、ラッパで締めを、締めくくろうか。終わっちゃった。終わった。完全に終わった。終わりました。皆さん。本当に終わりました。なんか、もう追加されてるもん、ないよね。マジで終わったやん。え、マジで終わっちゃった。え？なんか、この、もう、何回だ？ 3 回やってんだよ、俺動画。なんか、すごい、3回もやってるからさ、本当に終わりそうな感じするの、ものすごく寂しいんだけど。もう終わるか。毎度俺この鍵山ひなボタンで終わってるから、89回押したらなんか本当にあんの、これ89回まで多分押せないぞ。もう一回チャレンジするよ。ちょっと待って、他のボタンでも試せないか。やっぱクリックしかねえよな。行くよ。無理だろ。